楽しかったです。立ち上がりは良くなかったんですけど、はい、それ以外は良かったんで、シュートは19か20ぐらい打たれてますけど、あんま枠内はなかったんで、はい、バープレーあれは翼のです。でも15分ぐらいされたんで、まあ、ゼロだったら良かったんですけど、1位はまあ、まあ、最低限思います。入るときは入ると思うので続けます。そろそろ欲しい気持ちはあるんですけど、やってること間違って点取れてないわけではないって思ってるので、とりあえずやるべきことを続けて、自分が勝利をする形になれば嬉しいなっていうふうに思ってます。優勝の初ゴールアシスト、いやでも公式記録見たらゼロやったんで、ね、そうなんです。パス認識、長野さんはすごくいいフットサルをしてたので、そこに少し自分たちは苦しみましたけども、要所要所で点決めれたことが良かったかなと思ってます。自分たちが何期間に作ってきたのは、誰が出ても走るっていうことで、はい、新しい選手の結果出してくれましたし、自分たちが準備してきたものがしっかり出たかな、出たゲームだったかなっていうふうに思います。選手たちすごくいい動きしているので、まあ、彼が信頼してますし、はい、前回の試合も彼らよく頑張ったと思うので、うん、彼らと、まあ、スタッフも含めて、はい、まあ、自分たちを信じてしっかり戦えればなというふうに思ってます。怪我してしまってどれぐらいですか、まあ、でもそんなに長くないんで、2、3週間、はい、ホームゲーム出れればいいかなと思ってます。